はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。当番が終わったところになりますので、また体力を回復させていきましょう。鈴木さんがね、ちょっと怪我で戦線離脱をしているので、まあその穴を埋めていかなければいけないんだけど、ライトが野間さん、レフトが丸さんで、自分は相変わらずのセンターと。で、先発は大瀬良さん。大瀬良さんも確かもう10勝は超えてたはずなんで。いや、強いね。広島は投手陣も野手陣もかなり強い感じがする。普通に。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃。セカンドのね、菊池さんとか、マジ惚れ惚れするよ。もう今、ミカミックスさん、誰が好きなんですかって言われたら、もう普通に菊池選手ですね。いや、実際のね、菊池選手とか見たことないけどね。見たことないけど、パワープロやってて、菊池選手がね、やっぱ、もうマジすごいと感じましたよ。大瀬良、この回ピシャッと3人で抑えています。あれ、なんか巨人のところに CM8 って書いてあるけど、あれはなんだ、クライマックスシリーズに出れるよ的なあれなのかな。シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。もう一度警戒してるね。足も速いからね。第9、そこをやばい、ゲッツーだ。台無しにしてしまった。すいません、これからジャイアンツ、このままだと怒られる。どっかで見せ場を作らなくては。守備でね、見せ場を作っても特にね、褒められたり、まあ怒られもしないけど、褒められもしないっていう。投げました。あ、これは取れるか。あ、伸びてったか。阿部に打たれた14号か。これはカーブ系か、多分。バッターは6番村田。いや、ただまだ1点だからね、ソロホームランだったから。ストライク、空振り三振。バッターは7番ギャレン。ってことはな、最初のところでゲッツーにしたのがどうもいけなかったな。スリーアウトチェンジ。こう下がりながらね、取るのもすごいよね、新井さん年なのに。あとはなるべくこのまま1点差で抑えてくれれば、俺が取る、俺が取る、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー田口。こんなやつがいたらさ、マジ嫌だろ。俺が取るよって。これでツーアウト。菊池さんに邪魔すんじゃねえよっていう。今日の第一、インコースのボール右。これでも大丈夫だね。これでスリーアウト。東京ドームからお送りしております。読売ジャイアンツ対広島東洋館。ああ、でも打点はまだ鈴木さん。序盤終了しまして1対0。1位なんだ。いや、でも18日あるからね、復帰するまで。よし、チャンスチャンス。ここは勝ち越しといこう。菊池さん出てるし。ほい。どうだ。入れば勝ち越しだ。よし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 。最初のゲッツーは忘れてくれ。これでだいぶ楽になったでしょう。チームメイトが迎えます。大瀬良さん、どれかわかんないけど。おジャイアンツ、この回は上位打線。巨人の方の応援スタンドに叩き込んだのか、なんかホームランが飛んできてちょっと喜んでる人もいたけど、やっぱりみんなうーって顔してたよね。投げた、流し打ち。おお、見事。大瀬良取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。フルカウントか。打ちました。あ、これ来た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 、大丈夫っす。打ち返した打球はセンターへのフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。まあね、ジャンピングキャッチとかね、してもいいんだけどね、余計なことするとね。マジでエラーするからな。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは阿部、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球。5点差くらいついてればね、ちょっとわけのわかんないプレーしてみてもいいかもしれないけど、2点差とかだとね、塁が溜まってホームラン打たれればすぐひっくり返るからな。これは、うわ、おー、打たれたか、ギャレット。ちょっと今日は浴びてるね。
1点差。ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発が出ました。バッターは8番亀井。第1打席はセカンドフライに倒れています。打った、ボールはライナーです。これは中間へ、これは待って、今どっち、お任せします。亀井ツーベースヒットを放ちました。カープやばいな、ちょっと打ち込まれてるな。いやなんかちょっとどっちもっていうところだな。バッターはピッチャー田口。第2球投げた、インコース引っ張った。これは大丈夫でしょう。スタンドに入りました。危ないけど切れてるよね。第3球は打ちました。これもでもフライで掴んで、これで3アウトになります。うん、こうやって見ると余裕だね。前半のジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃。もう1点差をつけたいよね、やっぱり。フォアボールか。外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。投げました。ってきたね、やっぱりここは手堅く来るね。一塁送球。菊池取ってアウト。ランナー二塁に進みました。さて、そっからようか。打った、流し打ち。わあ、マジか、これは捕殺。いいバッティングを見せました。いい。カープ、なおもピンチが続きます。いい方だ。おー、すげえ。バッターは4番坂本。今日はいや、ここはただ抑えたい。ゲッツ、お見事。カープなおもピンチ。いや、ああいう判断難しいよね。俺なんてゲッツーとか言っちゃったかんね。本塁を刺すか、なるほどね。いや、勉強になりますわ。バッターは内野とかやりたくないけど。次は5球目投げました。いや、お見事お見事、乗り切った。東京ドームからお送りしております。よしよしよし。さあ、そして7回は菊池さんから始まる。うん、出れなかったか。まあしょうがない。第9、俺が一発投げました。決まってストライク。スライダー。さあ、次の投球投げました。外角低め、外れてボール。慎重に行こう、慎重に。ワンストライクです。投げました。危ない球。まあ、やっぱり狙いは次は4球目、高めのストレートなんだけど。投げた、こういうのよ、こういうの。切れるか。おお、狙い通りだね。やりましたよ。菊池さんはね、こうなんかひげが生えてるから分かりやすいんだけど、他の人たちが分からん。あれ、あ、まだか。7回の裏、ジャイアンツ変えられたかと思ったら変えられてなかった。この回の先頭バッターは村。打ったい当たりだ。ボールはライナーで、これもでもライト OK。 これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番ギャレット。ギャレット打たれてるからな。打った、宇宙間へのフライ。これは掴みました。任せましょう。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには亀井。投球これから4球目。見逃し。おー、いいね。あれなんか結構曲がる感じがするけど、大瀬良さんってどんな球種持ってたんだ。変えられたわ。カープ2点差で逃げ切りました。本当に今日は大活躍でした。なんで俺変えられるの。ご覧いただきました。監督ひどくない、こんな頑張ってんのにさ。やっぱ守備に不安があるんだろうな。打ってはくれるけど、あいつの守備はマジ不安だみたいな。守備面に関しては触れてこないからね。お、球速上がった。やったやった。さあ、飯を食いましょう。カープ8月度の成績24勝3敗。とかめっちゃ強えな。あー、やったやったやった、 MVP だ。これ何、どっちの MVP なの。これ全体的な話なのかな、野手と投手合わせての。ちょっとチームデータ、あ、スローカーブか、だから曲がるんだね。1しかないけど、で俺は球速147か。結構いったね、150まであと少しといえばあと少しだな。そうか、
今鈴木さん多分2軍に登録されちゃってんのかな。あーいたね鈴木さん。いやめちゃ強いんだけどな。あと17日ってことか。奥井とかね全く出てきてないからね能力的には悪くないけど、うちのね層がマジ熱いからな。深松さんもな守備面半端ないしね。野間さんもな半端ないしな。まあ俺もそれなりだからね、野手的な能力。うん、まあ、D やれば、まあ、ちょいちょい守れるでしょっていう。じゃあ今日は東京にいるんで奥井練習するぞ。お前もちょっと外野を守るんだ。誰と入れ替えるって言われたらもう難しいんだけどさ。でヤクルト戦か。うん、だいたいこの外野になるね。ライト野間さん、レフトが丸さんと。だってこのどっちかと変わるってことでしょ。奥井無理だなこれ当分無理だわ奥井がスタメンになるのは。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋。もうねちょっと一回離れるとねもう忘れちゃうんだよね相手のあれが。こっちはクリさん、オーレンドルフ下か。156キロ。川端、上田、グリーン、あーそうそうそう山田ね。恐怖の核弾頭がいるんだよね。キャッチャーは D か。うん、肩いいね。さて、いくか。第9投げた、見送ってストライク。V スライダー。第2球、ここはな、チャンスだからね。宇宙間一投、よしよしよし。入った入った、ホームラン。第54号、先制、スリーランホームラン。宇宙間スタンドに突き刺さった、ストレートを狙い打ち。これはもう一気に楽になったな。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入る。ちょっと待って、ちょっと取れるか、これは取れないか。お任せします。ちょっとここはボールは中継、川端いいバッティングを見せました。野間さんにお任せしましょう。さあここは抑えたい場面、バッターは上田。打ちました、フラフラッと上がった。エルドレッド、バックしていった。あれもね、守備がもう少し早ければ D でこれだからね。 A とか S あるとどれだけ動きがいいんだろう。別に D でもね悪い感じはしないんですよね。見逃し三振、お見事。一回が終了しまして、おお点を取ってくれてる。二回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。カットボール、空振り三振、二者連続三振。高めの球、見逃し三振。おお、すげえすげえすげえ。バッターは7番飯原。打った。丸、落下点に入った。うん、これは全然大丈夫だね。スリーアウトチェンジ。クリ、三者凡退に抑えています。さて回ってくるよ。しかもチャンス、ノーアウトのところか。今日3打点を挙げています。失投、ちょっとちょっと圧倒としている。おーほほ、マジか。記録はライトのエラー。エラー、エラーです。ちなみに分かんないですけど、エラーになると打点ってつくの？3回の裏、今1点入ったじゃないですか。スワローズの攻撃、エラーってあれかなかったことになるのかな。エルドレッド、分からんわ。そのままベースに入ってアウト。代打は雄平。投げた、打ちました。これも全然大丈夫だね。掴みました。ちょっとさっきポロリしちゃった人がねいるからね。打順はトップに帰って、川端打ちました。一二塁間抜いていった。ボールは中継、川端ナイスバッティングです。バッターは2番上田。ツーアウトだからね。打った、三遊間の打球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。明治神宮野球場からお送りしています。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋。打点は一応俺が2位か。これはもうちょっと鈴木さんの打点を抜くしかないな。今回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭三振、まずは三振に切って取りました。もう結構重たかったのかな。打ちました、一二塁間のゴロ。前期25日とかだったよね。クリ取ってアウト、
これで2アウトランナーありません、まあ、後で確認したんだけどさ前回終わってからさあそういや見てねえわとか思って急遽付け足したんですけど、さあそしてまた回ってくるね。リードで迎える5回です。ピッチャーは松岡。ちょっと待ってもうこういうさ失投、まあ、困るっちゃ困るんだよね今のはうまく対応できたけど、5回の裏これからスワローズの攻撃に入ります。打ちました。ショート右横のゴロ、ショート OK、 アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー流し打ち、エルドレッドダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。投げました、打った、三遊間の当たり、一塁送球。やはり内野だな、アウト。スリーアウトチェンジ、守備がすごい来るのは。九里三者凡退、無得点に抑えています。前半が終わりまして6対0か。スワローズ追う展開で迎える6回です。バッター打った痛烈な当たり、これも大丈夫だね。野間取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはこれだけ点差があれば投げました。なんか際どいボールも飛びついてもいいんじゃない。バッターは2番上田、ちょっとやんちゃをしてもね。さあ打った、ショートの頭上、出番がないな。田中掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、打った、やんちゃをしたい年頃なのよ。これは取ってアウト、スリーアウトチェンジ。明治神宮やチャンス、今日はやたらチャンスが来るね。第9投げました、スライダー、スライダー曲がるね。5号だからさすがに曲がるね。ボール、これは完全なボール球、カウントワンボールワンストライク。投げた、打ちました。ちょっと詰まらされたかな、持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。カープチャンスをものにできません。カープここは結果を出せませんでした。勢いづけてしまった。そして山田、フォアボールか。先頭バッターにフォアボールを与えます。投球これから2球目、打ちました、いい当たり。これは、まあ、普通にどこどこどこ、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。もうちょっと引いてほしいよね本当に。カメラワークを、これは無理だ、無理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 、多分飛びついても無理だったな。いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第3球を投げた、打ちました、フライ。あ、これはフィールドフライになりました。二塁キャンパス手前、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。今投球、これから2球目、流し打ち。あ、これは取れる、無理か。これはヒットになります。レフトからサードへ、スワローズようやく1点を返しました。とりあえず6対1、ピッチャー交代です。クリ降板、ランナー3人を置いて迎えたバッターは、まあ、勝ちは大丈夫でしょう。これちょっと分からんって、だから本当にさ多分少しフラフラフラってしてると思うんだけどな。そこまで映んないかな映んないさも当然のようにさパシッと撮ってるけどさ絶対別のカメラアングルにするとさフラフラフラってしてるからねスワローズこの回1番からの高打順になります。ここはカメラの人が、あれをちょっと映さないでおこうみたいな。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。編集でねうまくやってくれるからね。高め、空振り三振。バッターは3番グリーン、現在の打率は2割6分1。打った、流し打ち。セットポジションだね、誰も塁出てないよね。投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った。阿部、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。市岡、3人でピシャリと抑えています。そしてまた回ってくるね。5打席目か。リードで迎える9回です。シーズン最多まであと何本、6本とか書いてあった。今日5打点を挙げています。154キロか。2球目ストライク、際どいところだな。投球はこれから3球目。よし、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、ま、やっぱりストレートだよね。ホームラン、第56号ソロホームラン。なんとこれが今日3本目、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。いや今日も対象だね。これからスワローズの攻撃に入ります。バッター、絶対強烈な。待って、どこ本当に分かんない今日これ多いな。内角低め外れてフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。打った、これはライト、大丈夫ですね。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。初球ファールから投げた、流し打ち、どうだ、ファーストライナー真正面、試合終了です。カープ、よしよしよし、OK。
9対1、本日3ホーマー。クリ1勝目か、すげえな。あ、丸さんが打ってる3号。先制弾、3回の儀だそんなんあったっけホームランしか覚えてないんだけど。おお、マジック1。おお、マークされている。マークされるとね、投手が厳しいんだよ。あれもう決まったの、パ・リーグ。早いね。広島もすげえいい成績できてると思ったんだけど、パ・リーグ早いな。全記録をちょっと見てみましょうか。リーグ記録的なやつ、順位表。うわー、すげえ圧倒的差をつけてるね。ゲーム差 22.5 って。ホークスめちゃ強えな。一応ロッテ3位に入ってんね。なんとかクライマックスに行けそうだな。3位と4位の差は結構あるからね。これはもう結構硬いんじゃないか。パリーグのことだけどさホークスの投手ランキング的なものを見てみますか。投手じゃなくて野手か。野手ランキング的なもので、ああ、そっか、柳田さんとかがいるところか。なるほどね。本塁打、ああ、本塁打はなんか飛び抜けてっていう人はいないのか。そうするとピッチャーがいいのかね。10勝超えが3人いるね。和田、武田、これは千賀、バンデンハーク。ここら辺の先発ローテが強いんだな。防御率 1.37 とかだからね。勝率8割7割とかすげえな。まあ、とりあえずパ・リーグの1位はホークスに決まったみたいですね。あと予定を見ると、まあ、まだ投げるところまでは時間があるので、送りと練習しますか。またまあ、送りはね、こうやって能力的に強くはなっていくのはいいんですけど、どうしてもね、特殊能力がね、覚えるわけじゃないんで。ここ勝てばとりあえずシーズン優勝。メンツはいつもの感じですね。先発は今井さんで、向こうは成瀬か。明治神宮野球場です。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは川、流し打ち、ダブ、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左が続くね。投げました、打ちました、ぷよ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 なってるよ。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、本当に左が続くな。打った、ショートバウンド、阿部うまくさばいています。3アウトチェンジ。まあ、今の立ち上がりは全く問題ないね。0対0で迎える回、成瀬、軽い球を投げました。おお、入れてきたか。第2球、めっちゃ際どいね。投げました、スライダーボール、いいところですが、マークが厳しくなったからな。めっちゃ際どくなってんな。危ない球、そう簡単に。次は4球目、高めのストレートとか投げきまないか。投球これから5球目。ちょっと待って、空振り三振、バッターアウト。いやー、やられた。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。バッター、恐怖の核弾頭、打った、強い当たり、これは先制だ。さらに、さすがだ、21号、先制ホームラン。発球が無情にもレフトスタンドへ、初球を持っていかれました。今がっくりとうなだれます。マジか、初球か。うわー、持ってかれた。バッターはバントの名手、大引き。第3球を
投げました。打ちました。いい当たり。田中ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第3球。打った。いい当たりだ。これはちょっと取れない。ヒット。打球が転がっている。任せましょう。すぐ任せるからな。荒木ツーベース。バッターは7番木上。今ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。変化球、フォアボールか。ちょっとバッターは8番中村。1回の立ち上がりは良かったけど打ちました。あっと、インフィールドフライ取りました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。いや、ただ投げた。打順に救われたね。2回が終了しまして、よしよし、なんとか1点に抑えたか。スワローズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは川端。最初のバッター打ちました。初球打ち、セカンド正面、アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番上田。最初のバッターボックス、インコースの、これ何なの、ダイレクトでボールを掴んでアウト。左が続くのにさ、こうピッチャー左に弱いピッチャー出して、ちょっとローテとか変えてもいいんじゃないと思うけどね。あと1点だ打点王まで。でも怪我してる間さ、ずっとさ打点王に君臨してたって相当すごかったんだね、鈴木さんは。第1打席はスイングアウト。第2球投げた。打った。これは強烈、三遊間。変化球をね、やっぱり捉えるのはなかなか難しいんだよね。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。バッターは恐怖の角田。打ちました。内野ゴロ。これは大丈夫だね。これでワンアウト。ランナーはありません。やっぱりサードからファーストまでって結構離れてるな、こうやってみると。外れてフォアボール。右バッターボックスには荒木。打ちました。フラフラっと上がった打球はセカンドフライ、掴みました。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。第3球を投げた。めっちゃ速いんだよね、足。うわー、デッドボール。第5球投げた。低め。おー、ショーケーオッケーオッケー。とりあえず要所要所では締めてるね。チャンス。カー、追加点のチャンスを迎えました。さて、成瀬に引導を渡してやる。投げました。ボール。一塁牽制。タッチはセーフ。どっちかって言ったら緩急をつけてくる。投げました。あれだからね、サークルチェンジとかさ。投球は3球目。投げました。打ちました。さあ、犠牲フライになるか。取った。三塁ランナー。とりあえず犠牲フライか。三塁ランナーホームイン。センターへ。よしよしよし、まあ、最低限の仕事をしたっていう感じだな。やはりホームランを打つのが難しくなってるね、マークされてると。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー成瀬。初球を打ちました。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番か。1番に帰って川端。今日はサードライナー。うわ、ちょっとデッドボール多いよ。バッターは2番上田。通算100ギラまで打った。1、2塁。これは抜かれた。破ってった。ボールは中継。上田、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さて、ここからちょっと危険な。ああ、またまた、しまった。逆に行ってしまった。お願いします。ボールは中継。うおー、追いつかれたか。誰のせいだよ。とりあえずただ取れなかったよ的なさ、あれで映ってるけどさ、これ絶対さ、なんであいつ左に行ったんだってなってるよ。ゲッツー、振り出しに戻してしまった。前半が終わりまして、俺のところまではってか普通に変えられた。今日のあの守備は何だみたいな、多分言われないと思うけどね。延長戦か。おお、これは勝負がつかない可能性が。試合終了。カープ、セ・リーグのトップに立ちました。え、そうなの。瞬間です。ついにカープがやりました。なんかさ、こう次が良くないな。なんか勝ってさ決めたかったよね。多分相手が負けたのか、相手っていうか2位どこだったっけ、なんか忘れちゃったけど、ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したカープ。いやー、なんかちょっと後味悪いわ。完全にさ俺のせいでさ勝てなかったしさ、これ勝てた試合だよね。
実況担当は堂前英雄で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。なんかさ、尾形監督にも申し訳ないよな。いや本当は勝てた試合なんですけど、勝ってリーグ優勝を決めたかったんですけど、あの外野のバカがいきなり逆に行き出した時にはびっくりしましたよみたいな。まあ、しかもね、明治神宮球場だからね、なかなかホームで決めるのも難しいね。まあまだまだね、クライマックスシリーズが残ってますからね、それに向けて、まあ、鈴木さんも一日でも早い復帰を願ってますってな感じで。お、マルさんも4号打ってんのか、調子いいね。あー、本塁打が止まったか。さらなる活躍。いや、本当に守備には触れないよね。見事優勝を果たした。いや、ちょっとあんまりな、もうこう盛り上がる気分じゃないんだよね今。未成年なので参加できない。悲しい。いや、まあその立場だよ。ああ、いや、すいません、最後の試合お恥ずかしい限りで1936人増えた。めっちゃ増えたな。誰？おお、山本浩二って言うんだ。以後よろしくね。なんでさ、俺の電話番号知ってんだよ。アイテムを送っておいたからよかったら使ってね。山本のバットをいただいた。どうせこれさ、またさ、使ってるとすぐ折れんだろうな。アイテムわりかしすぐなくなるからね。お前のグッズの売れ行きは好調らしいぞって。これなんかさ、別の意味でさ注目されてるよね。あいつマジ守備下手だよなみたいな。でもみんなの希望になるよね。あんな守備下手なやつでも打てばプロ野球でやっていけるんだよみたいな。というところで、なんかね、最後の試合がなんか微妙な感じで、なりましたけれども、とりあえずリーグ優勝が、できたので、まあ、まだね試合は残ってるんで、まあ、1試合1試合やってクライマックスシリーズやって、まあ、日本シリーズも、勝ち抜けていけたらと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。